LINE は12時以降はやめて、朝8時ぐらいにしようか、せめて。今日の1本、フォーラインズ。これも絶対売れるね、これ。間違いなく高いモデルです。あんまり看板が目立たなくなっちゃいますね。看板が目立たない、あんまり。なんだこの細いの。ねコブナゴらしいです。コブナゴっていうのはね、コブナゴ。まあ、うまい。うまイカナゴの別名らしいです。うん、よくわからない。17年。この前21年飲めなかったので。飲めなかったんですか？違う。でも昔シェリーを寝かしてたのか、バーボンを寝かしてたのか、いろんな樽があるみたいなんですよ。へえ。それを同じ17年だけど、いろんなブレンドをさせて。あ、だから響きだったり、山崎だったり、いろんなものがあるってことですか？そうです。ただ山崎は山崎の樽がいっぱいあるんです。あ、はい。で、だから一応ブレンデッドウイスキーって言って同じ樽じゃなくて、うん、響きのその、同じベースのやつをいっぱい。へえ。あんまりガチャガチャ切っちゃいけないんですね。そうです。そこをちょろちょろっとかき混ぜて。そうです。